す。こんにちは、空手家光慶です。今回は僕が初めて挑戦した全日本大会となる第21回全日本ウェイト制大会の模様をお送りしたいと思います。この頃はまだ体重が70キロくらいで中量級に出場していました。準決勝で当時分裂前から中量級の絶対王者として活躍し連覇をしていた宮城選手と対戦するんですが、中量級で誰が宮城選手に勝てるのっていうぐらいズバ抜けて強かったです。今回は準々決勝のハイライトと準決勝の宮城選手との試合をお送りします。見ていただくと気づくと思いますが、この頃は上段回し蹴りのフェイントから中段回し蹴りというコンビネーションを主武器としていたので、その部分を今までお見せした動画のスタイルと見比べていただくとあまりにも戦い方が違うので面白いかもしれません。ではまず準々決勝のハイライトをご覧ください。ちなみに当時内田塾の全日本チャンピオンだった永井選手の上段膝蹴りも見応えあります。よかったらどうぞ。中量級のベスト8に残った精鋭たち、その中で内田塾永井、白蓮会館福山、そして健進会田村といった他流派の修羅たちが極真そして宮城に襲いかかる。前大会準優勝、宮城へのリベンジに燃える極真山形清水、そして内田塾を背負って立つ永井、実力者同士の戦いだ。鋭い膝で見事な一本勝ちを見せた永井、恐るべし内田塾。まあ一つでも上に上がれるように、もう気持ちで負けないように頑張りたいと思います。1回戦戦慄の一本勝ちを収めた極真中部光傑、初出場と感じさせないその実力で頂点を目指す。最後はやはり手数の差で負けましたし、上段もいいのが入ったので負けてたと思います。3連覇に向けての戦い、そして降りかかる火の粉との戦い、中量級王者宮城の組手から目を離すな。いや特にもう自分のやるだけです、はい。準決勝に駒を進めたのはこの4名。重量級王者宮城も己の組手で名乗りを上げた。一人だけが立つことを許された極真の頂き、果たしてそこにたどり着くのは一体。まさに混沌、これこそ空手大戦争。この後準決勝、流派の壁を超越した戦いが始まる。どうでしたか？改めて見ると若々しい組手ですが、やっぱり攻撃荒いですね。これから宮城選手との準決勝の模様をご覧いただきますが、この試合中に先日ご紹介した当たりに来てもらう上段膝蹴りを狙いに狙って打ちに行っています。大会前から今の僕の実力で宮城選手に勝つにはこれしかないって作戦を練って用意した上段膝蹴りです。もしよかったらどうなったのかなって注目しながら見ていただければと思います。ではどうぞ。
中量級王者宮城に迫る3人の修羅。宮城は王者としての意地を見せることができるのか、それともそれぞれが己の信じた組手で頂点を目指す。己の組手、王者はただそれだけを追い求め、ひたむきに走り続ける。その先にある唯一のものを求めて、その王者に牙を剥くのは、1回戦で凄まじい一本勝ちを見せた極真中部高潔。初出場とは思えない堂々とした組手を見せる彼の思いは、半分憧れだった宮城選手なんですけど、今はやるからには自分を全部ぶつけて納得いく試合をやって勝てたいと思います。初出場の高潔が全身全霊で宮城を襲う。最大の番狂わせが起こるのか。自分まだ弱いし、ダメでした。スタミナも体力もパワーも技術も全然ダメでした。もっと鍛えます。どうでしたか？宮城選手のローは棍棒で殴られたような痛みで、いまだにあの時の痛み記憶に残っているぐらい衝撃的でした。そして対戦前から作戦として練りに練っておいた起死回生の上段膝蹴りも、さすが他の選手とは違って、あのタイミングでもちゃっかりかわされてましたね。実力差がありすぎてかわされたら万事休すで、この一発にかけすぎたせいか、改めて見ると明らかに外した後の気持ちが切れちゃってます。ちなみにこの2年後にしっかり鍛え込んで宮城選手に上段膝蹴りを当てているので、その時の動画と僕の得意な上段膝蹴りが誰でも出せるようになるコツを解説したこちらの動画を下の動画の概要欄に貼っておきますので、もしよかったらご覧ください。ではこの後行われた内田塾の永井選手との3位決定戦、上段膝蹴りキッカー同士の3位決定戦になりますが、ハイライト映像がありますので、もしよかったら最後までご覧ください。準決勝、健闘しながらも僅差で敗れた内田塾の永井、対するは宮城と接戦を演じた極真中部高潔だ。2回も負けてちょっともう恥ずかしいです。まだ頑張ります。自分がやれるだけ一応頑張ってやったつもりですけど、まだまだでも実力が足りないなと、技術もパワーも全然足りてないんで、まだ鍛え直してもっと上目指します。ご覧いただきありがとうございます。次回はなんと俺も KO 勝ちしたいという方必見。KO 動画を見て再現できる人とできない人の差は才能じゃなかった。KO 動画はこうやってみろ、再現できる人とできない人のたった一つの違いをお伝えしたいと思います。正直これを知らなきゃ KO 動画を見ても再現することはほとんど無理です。でも逆を言えば、その知識さえあれば再現率は飛躍的にアップすることをお約束します。では次回の動画をご期待ください。
このチャンネルは極真空手世界大会を3連覇した高潔の過去の試合動画やトレーニング理論、またこれまで多くの子どもたちを見る中で学んできた子育て心理学や脳科学を生かした指導方法や子育てに役立つ知識などをご紹介していますので、もしよかったらチャンネル登録して極真空手世界王者高潔の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。